こんにちは。アパレル業界の課題と改善策を5分間で学ぶサンクス先生のファッションビジネスの授業です。物余り時代になり、商品を作ってシーズンの終わりに売り切ることがとても難しくなっています。商品を店頭に商品を入れても余る、あるいは売れ筋だけを効率よく生産し商品を絞ると足りなくなるというアンバランスな状況です。最近ではメーカーは完全に生産調整に入っていますので、欠品が常態化しています。お客様はお店に行っても商品がいつも少なく、欲しいものが品切れになっているということです。今こそお客様が欲しい時に欲しい商品を品揃えする体制が必要です。そのためには店頭の動きを生産者側、納入者側、デリバリー側に確実に伝え、店頭を常にお客様にとって最高の状態にしなければならない。アパレル業界の復活はないと思います。ファッションビジネスにおいて、売れ筋の短期化、生産リードタイムの短縮、商品の低プライス化のコスト削減などの課題があります。顧客のニーズに対応するために、アパレル業界のサプライチェーンには様々なタイプが存在するようになりました。サプライチェーンとは、製品の原材料、部品の調達から製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのことを言います。サプライチェーンは日本語では供給連鎖です。日本のアパレル業界は改めてサプライチェーンを再構築して成長するための戦略を構築する必要があります。サプライチェーン全体の効率化に向けて、それぞれのプロセスが別々にあるのではなく、一連の流れとして管理し連携する取り組みのことをサプライチェーンマネジメントと言います。サプライチェーンマネジメントに対してデマンドチェーンマネジメントという言葉があります。デマンドチェーンマネジメントとは、顧客を起点として販売、調達、生産までを管理しようとする考え方、仕組み及びそのシステムのことを言います。アパレルメーカーでは、顧客の声をもとに MD が企画し、デザイナーとパターンナーが商品開発し、そして生産、物流、販売促進、また店舗運営のショップスタッフが販売をするという業務の流れがあります。それぞれの部門の業務の精度を上げていくことにより、チーム全員の力で顧客が満足する売り場を作り上げることが重要です。勝ち組アパレルメーカーの特徴として、業態別シェア伸長企業は SPA 型専門店のみです。伸長の理由は、直接仕入れで流通コストを削減し多店舗展開しています。大手素材メーカーと長期的関係を築き、原価低減に力を入れ、高収益化を実現しているのです。それとは反対に、負け組アパレルメーカーの特徴として、多くのアパレル小売事業者は素材メーカーや縫製工場などとの長期的取り組み関係を構築できていない。結果的に高収益体制を築くことができておらず、体力がなくなり事業を継続できない企業が続出しているのです。今後アパレル業界では、各部門の業務を一つ一つ丁寧に改善し、お客様の欲しい時に欲しいものが品揃えされるようにできれば、必ず業績も良くなると思います。今回はこの辺で終了します。次回の授業でお会いしましょう。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また、私の運営しています台湾レトロ生活雑貨店も備考欄に URL を貼り付けていますので、どうぞご覧ください。